皆さんこんにちは。僕のマイハウスへようこそ。解約の小安武人です、えー、今日はですね、解、えー、の魅力について、それから新発見伝の魅力について、えー、僕の考察の一つを皆さんにお教えしたいななんて思っておりますけど、いかがな感じ <laughs> okay? ?OK です。を <laughs> を演じるる上でで気をつけてることですかあのー、固定観念を持たないことですね。 うん、だから例えば甲は「発見師なんですけど <laughs> 今モニター越しで「違う違う」っていうツッコミがあったと思いますけどあの斐は悪役なんですよいわゆる「発見師の敵」なんですけど、まあ、いわゆる普通に考えればライバルキャラで最終的に戦って、まあ、どっちか勝負がつくっていう感じのストーリーになると思うんですけどもだとするならば単純に悪役だから悪役の芝居をすれば済むことだったりとかするんですが。 それをやっても面白くないし絵、えー、という人間が一体どういう人間なのかっていうふうに分からないように演じるのも一つの手かなっていう,ふう,の,いうのとあとはああいう例えば絵ってすごくあの絵的には美形の感じの、えー、イメージがあるんですけどそういうのってある種パターンがありましてそのパターンをやるとそういうふうに聞こえたりとかそういうふうなキャラクターに見えたりとかするっていうあのまあ なんていうのかな、お約束みたいなものがあるんですが、僕はそれを今回は一切なんかあんまり、えー、使いたくないというか、普通だったらやらないんじゃないかとか、そういうようなものものをあえてなんかこう海に当てはめていって、突拍子もないキャラクター、例えば言うなればですね、あのー、僕のイメージは海は P なやつです。<laughs> えー、ここは自主規制です。えー、頭が P です。うん。そういうところをですね。 あの皆さんはモニターの中から読み取っていただけると。非常に。あの僕のお芝居は成功してるかなというふうに、えー。思います。あれは。あれは僕にとってはまだマシな方ですね。<laughs> <笑><笑>なんであいつ、ああいうちょっとあの。昔でいうところ西洋かぶれみたいなところがあるんでしょうかしらね。僕もよくわからないんですけど。まあ、ああいうところをこう。誇大な表現をすることによって。 P、まあ、っぽく見えてるんだとするならばそれもありかなと思うんですがそういうあの言葉の,その表現の仕方というよりもどっちかといえばお芝居の仕方お芝居の仕方がちょっと尋常じゃないっていうか、うんうん、一歩間違えるとその危ないやつを通り過ぎて P なやつになると <laughs>、えー、いう感じなんですけどね、えーまあ、そこは楽しいんですけどね小屋さんの中に P 部分っていうのは少しあるんですか えー、もう生まれてからずっと P なんで、えー、むちゃくちゃ P ですねカに P のお芝居をつけてる時なんかもう自分が P だから P ですねなんだ P ピーピーピーピっ言ってるだけだ <laughs> <laughs> おかしい <laughs> みんななんだと思うんだろう P <laughs> しか言ってないような感じがするけどまあそういうことですよねまあまともな人間だったらそういうような芝居しないですきっとカイとの共通点ですかうーん まあよく言えば向上心みたいなものですよね。うんあと大いなる勘違いうん。そこは似てますね、僕と。うん自分は正しい自分は正しいことをやっている。自分がいなければ世界は成り立たない。<laughs> 自分が世界を変えてやる。うんだからまあ、よく言えば向上心ですよね。自分がこうなんだろう第三者的に回るんではなくて 自分が何かを仕掛けることによってその存在意義を見出したりとか自分が仕掛けることによってこう世の中の、えー、動きを変えてやろうとかうん何かだから常に自分から行動を起こしたいと思うそのんだろう、まあ、本当に向上心みたいなところは僕と似てますよね。それが例えば本当ににただだ単にこう、ね、石を投げ続けけてるだけで 全然身にならないものなのかもしれないですけどただやらずにはいられないみたい、うん、そこに大いなる勘違い入ってきてそういうことがきっと僕には致命的に課せられているんだとか、うん、僕はそれぐらいすごい器の人間なんだとかっていう風に思い違いをしているところは似てますね <laughs> 僕は思い違いしてますからね思いっきり、えー、<laughs> 僕はすごい人間だと思ってますからね僕ねカイ、えー、も 思ってるから、そういうところに似てますよね、うん。バカですね、はっきり言って。<laughs> 大いなるおバカですね。うん、そうですね。声優の地位向上。うん、やはりあの底辺なので、少しでも上の方へ持っていきたいですね。うん、一番最後にあの役の交渉が来るだけなので、えー、そうじゃない。例えばアニメーションを一緒に、えー、作るところから実は。 声優も参加するとか例えばそういうことができるんであるならばそういうことをやっても面白いなというふうに思いますしうんとにかくだから何だろう今の現状をよしとしないで今,え今の話は例えばの話ですけど例えばそういうことも考えられるんだとすればそういうことをどうしたらやれるんだろうと思う方向に動いてみてもいいんじゃないかっていうふうに思う。 うん、だからこそ僕はそういうのに割と疑問を持っちゃうタイプなんで疑問を持ったら動かずにはいられないんでできるだけ自分に正直に、うん、なるべく行動してやろうかなっていうふうには思ってますよね。うん、男のキャラには全然興味ないんで女の子でも女の子かわいいキャラ多いですよね。と言っても「発見師」は2人ルーティーとノブルですよね。えー あのー、ルーティーが好きだっていうと何かと問題があるんでルーティーが好きだとは言いませんけども、えー、ノブルがいいですね <laughs>、はいあのー、やっぱりいわゆるジャジャ馬系じゃないですかノブルってあの男勝りな感じあいうのをどうにかしたいっていうふうに思うのは男のこの <laughs> なんて言うんですかこう一面ですよねそういう面もあるわけだからこうおしとやかでこう優しそうな。 こうしとやかな感じの女性ももちろん好きなところもありますけど。ああいうふうにちょっとじゃじゃ馬でおてんばな娘さんも。<laughs> 調教したいなと <laughs> 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 思うところもええー。会話あります <laughs>。ええー、ビデオ最後まで見てくれて。どうもありがとう。あのー、これ何巻だかちょっと今わかりませんけど、三巻ですか。三巻目、えー、まだこの後続巻ありますから。 引き続きあの僕以外の人はきっとインタビューしてると思いますけど、えー、嫌がらずに見てください <laughs>、えー、あとまあ僕が好きな人はずっとここだけ見てればいいですしまあ本編見なくても <laughs> いや会議だからね今ね <laughs>、えー、会議として言ってくれって言ってるから <laughs> えー、からえー、えー、えー、えー <laughs> うん、まあ <laughs>、まあ、要するに「新発見で、ね!」で少しでも興味持った人は本当に最後まで見てほしいなっていうふうに思いますしあのー。 皆さんはもう僕の虜なんで、えー、僕のことを最後まで応援してください「えー、会をですよ <laughs> 会を応援してくださいね、あのー、発見伝は「発見師」主役ですけど、えー、ここだけの話ですけどやつらつまんないですから花ですからね所詮、あのー、この物語の中で何て言うのかな鍵を握ってたりとか物語を引っ張ってんのはここだけの話です 矢田部さんにも内緒ですけどね貝ですですから皆さんの他の音どうでもいいです貝をよろしく今日はありがとうじゃあねみんな